見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。11月9日、作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが99歳で死去した。ゆかりのある作家の佐藤愛子さんが思いを寄せた。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、私と瀬戸内さんとは、そう親しい友達というわけではない。年に一度くらい、対談などの仕事絡みに会うことがあることもあれば、2、3年も顔を合わせないほどの間柄です。瀬戸内さんは早くから女流文学賞などを受賞したりして、女流作家としての華やかなスタートを切っている人に私には見えていました。私の方といえば、文芸使徒という貧乏同人誌の同人として細々と小説を書いて掲載してもらうような、その合間に自信作を文芸春秋や新潮社、中央公論社などへ厚かましく持っていってはあっさり断られるという日を繰り返していたのです。それでもやっとこさ私は直木賞をもらって文壇のパーティーに出たりすることもあるようになって、瀬戸内さんとも顔なじみになりました。視点の利く華やかな人ですから、対談とか座談会の司会などでも大活躍して時々、私もお相手をするなどして少しずつ親しくなっていきました。その程度のお付き合いなんです。なのに、顔を合わせると、うわぁ、佐藤さん、お久しぶり。独特の甲高い歓声を上げて抱きついてくるのがいつものことで、常々ぶっきらぼうな私は対応に困って同じように高い声を上げなければならないと思ってわーわー、あはは、と仕方なく大声で笑うのでした。全く瀬戸内さんと私とは正反対の気質でした。故に私は彼女に対して引き気味だったこともあります。しかし引き気味も何のその、無邪気に明るくいつも楽しそうにいそいそと振る舞う瀬戸内さんにそのうち私は負けました。彼女はそういう力、お構いなしの力を持った人です。正直で率直です。すぐに我を忘れる、突き進む、いわゆるサービス精神の泉が胸に溢れんばかりに称えられている。人を喜ばせたい、救いたい、楽しくさせたい、そんな気持ちが溢れているので、時々、彼女は話を、語りました。人を楽しませたいという気持ちの強さから話す事実とは違う方向に走ったりします。それにこだわる人もいるけれど面白がる人もいる。